はい、どうもー、はい、楽しみしご飯の時間ですよ。というわけで出来上がりました。今日はね、こちらでございます。エリンギ、ピーマン、ナス、ウインナー、味噌バター、味噌バター炒め、あざす。そしてトマト、ナスとふと煮干しの味噌汁。めちゃめちゃ濃くなっちゃった。いや、よくなってくれた。そしてもち米、もちきびご飯、納豆です。いただきます。炭酸水いきます。いやいやいや、楽しみだね。今日のも味噌バター炒めにするつもりはありませんでした。味噌の残りが少なかったんで、ちょっといろいろあったな。食べながら説明しますね。ちょっと飲みます。あーしゃー、いただきます。あ、酒った。味噌汁からいきましょう。ちょっと濃くなりすぎたかもしれないな。大丈夫、大丈夫です。いや、濃いな。あー、濃いな、すごいな、これは。よし、ナスです。煮干しです。麩です。おいしい。濃くておいしいな、濃くておいしいな。いや、もうこんだけ多い、濃いんだったら、いや、味噌のね、作ってる方を見ていただければ分かると思うんですけど、味噌の残りが少なかったんですよ。味噌の残りが。なので、あれ、もう少ないじゃないと。じゃあもうこれ全部入れないとなと思って、水入れて、あの、茄子のじゃない。味噌の、なんだっけ？あれに、器に、容器に。それで入れたっていうわけ。そしたら思いのほか、あのへばりついてる、横についてる子たちが多くて、思ってたよりもずっと濃くなったわけですよ。で、入れた後、味噌汁の方にね、全部入れて、なっていきます。全部入れて、いや、まだ残ってる、こちょっといくらなんでも濃すぎるぞと思ったわけです。そこで考えついたのがこれですよ。バターで炒めようかな。当初はね、バターでいいかなと。うん、バターでいいかなと思ったんだけど、味噌が余ってるもんだから、これ納豆汁、こうしたら美味しいでしょ。こんだけ濃いんだから。うん、うん、濃い、濃い。うん、なんかなった。濃い、めちゃめちゃ濃い。美味しい、味は美味しいけど、これも、米もいくか。うまいや。うんうん、おいしい。うん。ああ、いいじゃない。うん。これ半分ぐらいちょっと合体しよう。うん、うん、また美味しい。うん、最高だね。
正解だ。味噌バター炒めでよかったんだ。ちょっと多いなと思って、またエリンギはよくバターも吸ってるな、よくバターも吸ってるな、またなんだっけ、多いなと思って、また天才味付け卵焼きは中止にしました。これはいい。いつも味噌で炒めるときは夏味噌丼みたいな感じで、めちゃめちゃ濃くして食べることが多いんですけど、このちょっと味噌のこの感じ、ちょっと味噌味、これもいいね。濃い、めちゃめちゃ濃い。ちょっと合体しよう、その前ちょっともうちょっとだけ食べてから。それか、別でもう一杯入れちゃうか。それだとちょっとあれだ、もう合体します、ごめんなさい。めったにキジマやらないです、これ。めったにこういうことしない、久しぶり。も子供の時以来かもしれない。これでどうでしょうか。ああ濃ゆいね、濃ゆいね。濃い目付きのキジマが濃いっていうぐらいですから、よっぽど濃いですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。はい、ごめんなさい。米ちょっと足してきました。米を足してきました。で、卵取ってきました。卵も取ってきました。これでもう100点でしょう。むしろこのためにコク作ったんじゃないかと、このためにコク作ったんじゃないですか、木島君、ということになってきましたよ。
あ、煮干しが。これ何でしたっけ、八坂村、何でしたっけ、これ何でしたっけ、八坂村、煮干しのシンクロナイズドスイミングみたいになっちゃいました。こうすると普段めったにやりませんってことじゃない、おじや的なことになるからね、言ってみれば。うん、そりゃそうです、そりゃそうです、美味しいです。ただすすって食べると気をつけなきゃいけない、煮干しがまだいるかもしれないから、いたら刺さるからね、煮干しは攻撃力高いですから。うん、非常にいい、非常に美味しい。うん、ちょうどいい。あ、いた、やっぱりいた。うん、このためだったんだ、普段食べない食べ方をね、木島君とやりなさいよ、たまにはと、そういうことだったんでしょう。ここで卵使うから天才味付け卵焼きも作りなさんだと、そういうことだったんでしょう。うん、考えてみたらめちゃめちゃ健康的なご飯でしょ、僕はそう思います。野菜類、キノコも肉も魚もいる、発酵食品も。しかしバターとやっぱキノコっちの合うな、すごいな。しかしでもまた今回で学びましたよ。あの味噌のパック容器に、容器の縁というか側面についている味噌の量、甘く見ちゃいけません。僕の場合は今回そのおかげさまでこの出会いがあったから良かった、良かったですけど、
皆さんは十分気をつけてください。ナスと煮干しと麩の濃厚すぎるにも程がある味噌汁、味噌バター炒め、ね、じゃあナス、エリンギ、ピーマン、ウインナーの味噌バター炒め、トマト、納豆、最終的にこっちは合体学びました。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうの。